はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビジです。今回は提督の決断法パートキット日本プレイ空母なし縛りプレイやっていきたいと思います。まあ、空母を使わずに、プレイするというところですね。あと実はですね、まあ、今回の収録から2019年実は一発目の収録になります。これまで2019年になってから動画何本かワンダーの分としてね、動画更新させていただいてますが、もうそちらは実は2018年に収録したものですということで、今日この今回のプレイから2019年のプレイということで気持ちも新たに頑張っていきたいなというふうに思いますので、ぜひ皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。で、提督の決断のこの空母なし縛りプレイの方なんですが、まあ、第1話からご覧いただいていた方はね、もしかしたらご存知かもしれないんですが、第1話で全ての空母を破棄鉄くずにするということを行っています。で、基本的にはね、まあ、戦艦、あるいは高速水雷戦隊を使った戦い方をしていこうかなというところで、これまでにですね、重要拠点としては南シナ海、さらにはマラッカ海峡、シンガポールですね、さらにオーストラリアまで陥落させたというところで、まずはね、このマラッカ海峡をしっかり防衛するための戦力を配備していこうということで、航空戦力ね、配備しています。で、今回ちょっとこの航空戦力をね、まず忘れないうちに増強しましょう。で、艦載機、いわゆる空母に乗せる艦載機は、冒頭話したように空母なし縛りプレイで一切不要というところなので、基本的にはね、この陸上タイプのものを使っていきます。で、陸上タイプのものをマラッカ海峡に配備、まあ、第2飛行場かな、ここに96式の陸航か。そしたら爆撃機として96式の陸航を配備していけばいいので、一旦これね、ゼロにしちゃいましょう。んで、代わりに雷撃機として1式の陸航、これを55機全部配備しましょう。まあ、何はともあれ、このシンガポールが陥落するともう戦力的にズタズタなので、防衛がままならないという状況になってしまうので、シンガポールは絶対に守るというね、ところになります。ジャワか、全然入ってないね。輸送船。輸送船の数が全く足りてない。これはちょっと困りもんですが、あとはですね、いつもの技術開発とか入れておきましょう。兵器開発特にないよね。確認します。航空用エンジン、航空対空レーダー。航空対空レーダーか。まあ、これも航空機に搭載されるものということなので必要ないですね。これも空母用の甲板。これもいらない。となると、考えた。うわ、アガノ型。これいる？どうする？っていう微妙なレベルだね。35キロノットは悪くない。技術開発はもうちょっと薄めにしか入れられないわ。金がなさすぎますね。物資援助は石油の押し売りをしておく。ドイツに。諜報活動としては、中部太平洋に入れておきましょう。その他で言うと、航空機は作ったので、艦船ですね。ちょっと防空型のね、軽巡とかを作っていきたいなと思うので、設計もしていきましょうか。従順で作る余裕はないので、一旦ね、このあたりをベースに、低速でいいんですよ。中型ディーゼル機関の2が開発されてからにしましょう。ちょっと待ちます。空母、あるいは戦艦に、護衛としてつける防空艦は、当然空母や戦艦とスピードが同じレベルが出ればいいというところなので、機関レベルを上げて乗せられる対空装備ですね。これを増やしていければいいかなと思います。じゃあ、走路型作っていきましょう。ちょっと今回初めて見る方、走路型って何？と思われると思うんですけど、初期段階で設計した高速の水雷戦隊と、いうことで、まあ、その主力を担うものになっています。で、見てもらった通り、主砲副砲は、ま、おまけ程度についていて、航行速度42キロノットで、敵を翻弄しながら魚雷をぶち込むという形を想定した駆逐艦ですね。さあ、では、お金もなくなったので、ターンを進めていきたいんですが、オーストラリアに入っている艦隊、これがだいぶ傷ついていて、6周、3周とかかるんだな。とりあえず、早いうちに、3、5回は取りたいんですが、敵の艦隊、いなそうだね。航空戦力も大したことはない。
トラック置きは戦力出せないからな。ただ第6艦隊がもうちょっとで回復してきますね。ちょっと第1艦隊から様子見ていく？第1艦隊マラッカから動かせるか、そろそろ。第1艦隊を動かそうか。そういえばコメントいただくまで全く気づかなかったんですけど、イソロクさん死んでますね。戦艦に乗せられる、召喚クラスの、提督、見たんですが、ここにもうイソロクさんがいないっていうね、ちょっと悲しい状況に陥ってます。第1艦隊動かすか、第2艦隊動かすか。ここは第2艦隊かな。ちょっと第1艦隊と第14潜水艦隊だけでマラッカ守りきれんのっていう不安はあるんだけれども、いや、マラッカはダメだな。第1艦隊を動かそう。第1艦隊を一旦トラック置きに入れましょう。ちょっと、本当に、陥落するとまずいというところなので。で、第3艦隊入ってるよね。オーストラリア。で、第4艦隊はどこに入ってる？第4艦隊、第13艦隊がマリアナ沖か。ここも戦力的にかなり厳しいので、第4と第13は、もう合体させちゃいましょう。もう駆逐艦だけ。双螺型は入ってないね。高速の水雷戦隊の中に遅い駆逐艦を入れるともったいないので、それだけはやめましょうということですね。第5艦隊と第12艦隊が小笠原沖。ここもちょっと動かせないからな。小笠原沖は防衛ラインとしてどうしても動かせないので、ここに置いておくしかないですね。で、あとはオーストラリア。一旦戦力の回復待ちますか？第11、12、この辺りも入ってるし、トラック沖に入ってる第11、小笠原沖の14。で、マラッカにいる潜水艦隊。15艦隊はソロモン沖ですね。新規編成、編入しましょう。双螺型が、6隻。ちょっと双螺型、プラスで3隻作ってるので、それが完成するのを待ちましょうということで、一旦進めちゃいます。ドーバー海峡取れるの厳しいよね。潜水艦が結構いたんだな、イギリスの方は。今見た感じだとね。臨時予算3万5000はでかいな。次の攻略目標なんですが、いやー、マーシャルとか行く前に珊瑚海だろう。まずイギリスをさ、駆逐しちゃおうよ。というわけで、一旦作戦目標を無視していきます。今回は金があるぞ。航空レベルは薄めに入れて、ドカドカッと入れていきます。物資援助も鉄。ないんだったらくれてやるぜ。諜報活動は、南太平洋と、あと中部太平洋ですね。あとお金に余裕あるうちにインド洋も入れちゃおう。まあ、逮捕されたら意味ないですね。で、あとはお金に余裕がある今回こそ航空機。一式の立候補。これを大量生産していきます。100機。で、あとは、艦船用。軍艦がね、まあ、特に戦艦がいくつか沈められてるので、甲斐大和型。これを、作っていこう。そうだなぁ。戦艦クラスはね、昔から国の名前を付けてますよね。ヤマト海津2か。ちょっと超ヤマト。天下無双型。懐かしいな、天下無双型。そしたらどこにする？ミノとかにする？ミノ。もう一個作ろう。ミノ。あとは、越前。僕信長の野望も好きなんでね。結構ね、こういうの。好きです。あとは、ソロ型。これを、2隻ほど増強して、あとは、従順クラスだよね。戦艦の護衛に当たる従順クラス。防空艦は、さっき見たように、一旦ね、今、開発中の、中型のディーゼル機関が完成するのをちょっと待ちたいかなというところですね。
従順をご覧のように4席つけて、あとは経営順夕張型つけておこう。これで海大和型の戦艦も入る。艦隊の陣容が整いましたね。でまだお金にあるとなれば、もうここは輸送船でしょうよ。輸送船全然数足りてないんで。オーストラリアは入ってるよね。鉄がね、押し売りしちゃったことによってなくなっちゃってますけど。さて、そしたら艦隊動かします。まずは珊瑚海。ここに艦隊出そう。勝破しているのか、第7艦隊。ヤマトが中破。くー。沈められたくないけど、ここは、ちょっと無理してでも珊瑚海に出撃させよう。でソロモンから、いや、待って。いないもんね、敵は。結局。艦隊がいないからね。となれば、潜水艦出すの無駄なので、潜水艦出すのやめよう。んで、目標は、もちろん、珊瑚海。ちょっと待って、敵連合艦隊小笠原に進行。マジかい。いやー、なかなか厳しいことしてくれるな。了解。了解。どこに敵の艦隊がいるのか、先に見つけたもん勝ちだからな。了解。発見した？敵の偵察機に発見されてるだけじゃないか。この偵察機撃ち落とせ。まあ、ただ、敵の偵察機、見つけたことにより、場所がわかるね。敵の艦隊の居場所が。ああ、いきなり爆撃機か。さあ、敵の居場所を見つけて、魚雷を叩き込んでいく。空母がいるね、何隻か。空母を発見。さあ、敵の空母を沈めに行こう。まずは敵の護衛駆逐艦たちを魚雷で仕留める。逃がすなよ敵の空母を。小笠原で仕留める。ちょっと時間を早めていきます。もう敵の艦隊の位置は分かってますからね。ああ、全滅させられた。戦艦が沈められた。いや、乾杯だぞ、これ。ちょっと待ってくれ。了解。ちょっと退避させよう。このまま行くと、艦隊が全滅する。了解。
いや、敵空母強えわ。駆逐艦が足が遅かったのがちょっと気になるな。さあ逃げ切ろう。さあ敵の空母を仕留める。よし、結局航空機に頼った戦い方になってるけどどうなのっていうのはあるけどね。さあ敵の空母、何マジか。敵の空母もう一隻いたよね。沈めたいな、確実に。いやーきついわ。駆逐艦の第12艦隊が壊滅したっていうのも痛いけど、戦艦2隻失ってるのきついわ。小笠原でここは確実に勝とう。じゃあせめてね、3、5回は。まあ、戦艦部隊の攻撃だね、ここは。それで敵の飛行場1個確実にしとめよう。戦艦が6隻いるんで、まあ、すぐ終わると思います。お、雨も降ってきた。ここ無傷で取れるかもね、うまくすれば。了解。で上陸部隊を出しましょう。破壊しちゃったか。占領したかった。あ、占領してるね。 OKOK。 ちょっと小笠原どうするか考える必要があるな。新鋼材、これは嬉しい。強固にする、まあ装甲材ですね。小笠原やばいよ本当に。まず小笠原の航空機の配備を変えないと。一式の立候をまずちょっと増やさないとさ、偵察機をね。96式の立候、97式の飛空艇をこれ一式の立候に変えよう。50機で護衛を増やし、直縁も増やす。こんなとこかな。で艦隊も小笠原沖出しとかないと4隻はないだろうっていうとこだね。まあ、ちょっとね、今回小笠原沖だいぶ艦隊ダメージ受けているんですけど、まずこの第5艦隊を一旦内地、つまり日本に戻さないといけないですね。そっからだな。いやー小笠原厳しいわ。駆逐艦がほぼ役に立たなかったっていうのが分かりましたね、さっき。ちょっと僕の操舵も悪かったとは思うんですけど、足が遅すぎたので、やっぱり高速型の走路型、これを突入させるっていう、戦術というか僕のオペレーションをもうちょっと磨く必要があるかなと思いました。
ではね、今回はここまでにさせていただいて、次回まず小笠原の増強、艦隊も増強ということで、しっかりプレーの方をやっていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。